皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋隆子です。本日のテーマは、あなたの欠点と長所は表裏一体、どう使いこなすかが成功の鍵ということについてお伝えしていきたいと思います。えー、それぞれにですね、感じている欠点と長所って、 あると思うんですよ短所と長所といえばでも欠点っていう言葉の方が近いのかな皆さんが感じてる言葉で言うと短所っていう言葉はあまり使わない欠点ってやっぱ使う方多いので欠点と長所いいところですね得意とか特徴とかまあそういうのも含んでくるのかもしれませんけど皆さんどうですかねあのご自身の欠点とかいいところ っていう得意なところ長所とかっていうビジネス上ですよ性格っていうよりそれどう理解されてますかねはいあのー、まあ人からね言われているようなこととかが割と正しかったりしますはいあなたはじゃあ魂、えー、気強く最後までやるよねとか誠実にきちんとあの対応して答えてくれるよねとか。 それぞれにねいろいろなあの特徴とか得意な部分とか褒められてる面っていうのはあると思うんですよ。でこれをですねあの表裏一体なんですどっちもどっちで。でそれをどのように理解して活用するのかっていうのを、えー、ちょっとね分かってほしくって私自分自身を分析をしていますし、えー、それが実際に人から言われることとかもある。 し実感したことがあるので、その考え方から皆さんもね、自分に置き換えて、えー、見ていただければいいなと思って今日の、えー、テーマを決めました。えー、欠,点と欠点と長所は表裏一体、どう使いこなすかが成功の鍵っていうお話をしてみたいと思います。はい、ではですね、あの本題に入るんですが、まずあの欠点と長所をどういうふうに入れ替えるかっていうのって。 結構なんかわかりにくいと思うんですよあの。自分でどういう欠点があるかとか、どういう長所があるかってね、分析正確にできてますか <laughs> あの皆さんねあっと。ちなみに、えー、っと私が自分で、ま、欠点でもあり、長所でもあるというふうに感じている、わかりやすい点が一つあるので、そちらを事例にね、お話をしてみようと思うんですけど、 私自分で感じているあのその欠点っていうのが秋っぽいっていうところがあまず一つあるんですよ。でその秋っぽいっていうのは、えー、とどういう部分で秋っぽいかっていうと長長期期的的にに続続けけらられれるるものは長期的に続けられるんですよ例えばそうですね YouTube とかも開業当初1年後ぐらいからやっていてもう12年ぐらいやってますし。 ブログも 10, 10年以上続けてやってますし写真とかは25年とかやってますし、あのー、長く続けられてるものってちゃんと続けてるんですよだからこれは粘り強く淡々とできるものなので秋っぽいっていうのと違うじゃないですかっていう話あるかもしれませんけれども私が秋っぽいっていうふうに自分で理解しているのが一点集中で 今後詰めて、うん、例えば6時間とかで、一つの仕事だけずっとやるっていうのが、実はあんまり得意じゃないんですよ。はい、い意外ですか <laughs> あの。マルチタスクって、うん、集中力が削がれるから良くないっていうふうに言う人多いんです。ワンスイングっていう言葉があるぐらいに、一つのことをしっかりやっていくっていうことの方がいいっていう人の方が多いんですよ。 だけれども、その一つのことをしっかりやっていくっていう部分でですね、あの同じ時間で根を詰めてできないので、ある程度短い時間で切っていって、これ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 って目先変える方が、あの私、気分が変わるので、リフレッシュができて得意なんですよ。結果、それがマルチタスクに近い状態になっていってるんですね。だから、何がどう得意かっていうのは、 まあ人によってはマルチタスク上手にできてますよねって言うんですけど私は一つのことを詰めた時間でコーンを詰めてやると飽きちゃうからできないだからこれって表裏一体なんですよね。だけれどもコーン詰めてやる人はやっぱ一個一個仕上げないと注意力が散漫になっちゃってそれが仕上がっていかないしうまくいかないんですよ。だから自分の性質を知るっていうのが結構大事で。 だから欠点の長所って表裏一体なんですよなので私は今後詰めて一つのことを仕上げてから次に行くができなくってそれをやってるうちに飽きてしまうからなので短くちょっとずつちょっとずつあの気分を変えながらやっていく方が好きだし得意だよねって自分の性格分かってるのでそういう組み方をしている,いるんですだからあの欠点が欠点じゃないように だからよくそんな同時並行でいろいろできるねって皆さんから言われるんですけど私はそのタイプが向いているからそういうふうにやってるだけでこれ自分の性質に合わないことやるとすごく時間かかっちゃうんですよねだからマルチタスクが得意じゃない人がマルチタスク頑張るとすごい効率悪いんですよ。 で私みたいに一個のことを集中的にガッとやるのが得意じゃない人がやるとまたそれはそれでよくない感じなんですよ。だからこれたたった一つのことで言ってますよこれなんで気づいたかっていうとあの私本も書くんでまさ、あ、かで執、まあ、筆活動とかもやるんですがあのホテルの缶詰ってあるじゃないですか。あれれすごく憧れてて いいよねって思ってて思ご褒美も含めて、えー、っと1週間とかで1冊書いちゃう方とかもいらっしゃるんでさすがに1週間は泊まれないけど2泊3日泊まったらすごく書けるんじゃないかと思って1回そういうリゾート地に2泊3日取ってやったことあるんですよ。じゃあ結果どうだったかって言ったらなんか一つのことを集中しなさいっていう状態になって自分で決めてるんですよ。決めてるんですけれれどもそれをやった途端に 進まないんですよがいつもは時間を決めてこの仕事をやりながらちょっと空いた時間これをやってでまた違うことをやってっていう回り方をしていたのでそれをやることによってむしろ効率が落ちちゃって一泊泊まるレベルではそれなりに進むんですけれども2泊泊まっても一泊泊まった量でできるものの1.2倍くらいにしかなんなくて2倍以上にならなかったんですよ。 だからあの人によってその扱い方とか状態が変わってしまうのでうんと苦手なんですを苦手で済ませなくてそれをいいように扱える方法がないかっていうのは考えてみる必要は多分あると思うんです。ここれれを何個も何個個もも自分はこれが苦手だから こうううううすするるっていいその変換がままくくくでできるとと結構うまくいくと思うんですよねあの私のクライアントさんにも本人が欠点って感じてることが逆に長所になってることっていうのも結構あってですねあそうそういうふうにやるんだみたいな感じで私それは私はできないとかっていうことを、ね、例えば粘り強く一つのことやっぱり集中してやる方とかもいらっしゃるので。 まあ、その方に合った形でうーん運用していくっていうのが一番なんですよね。だから最初に必要なのが、まず自分の、まあ、欠点と自分が思っていることを事実として知るっていうことですね。それを長所に変えるためには、どういうふうに考えたら長所に変わるか、つまり私は秋っぽいからマルチタスクの方が向いてるんですよ。同時並行で何個かのことをやって、気分を変えながら、短い時間で集中して、 次から次へとやっていくっていう感じ。ただ、<laughs> あのこれも。何点があって、<laughs> えっとこれ、また別のところの欠点でもあるし、長所でもあるんですけど、好奇心が旺盛なんですよ。好奇心が旺盛なんです。だから新しいこととか、あの躊躇せずに手を出していけてしまうんですよ。そうするといくらマルチタスクでそれをやっていっても。 もう飽和状態になる限界値ってくるんですよ手に余るっていう状態ですねで、その時にバサッと切ったりとかやめたりとかっていうのをこう広げて切る広げて切るっていうそれの繰り返しが割と多いなっていう感じですねただあのー、人よりも早くそれを見つけて動いたりとかこれはいけるのかいけないのかっていうのを勘を働かせながらやるので 他の人が躊躇しているときに触ったりとかいろいろしていることができていることによってうまくいく確率が高まってるっていうところもあります。だからイノベーターとか、まあ、冒険者である一面はあるんですけれどもね。なのであの手を出すから、えー、っと抱えるものが増えてしまって飽和状態になりがちなところを整理していく。だけれども 人よりも新しいものを見つけたり革新的なものを見つけていい感じのチャンスみたいなものを見つける確率論も上がっているんですよねじゃあ慎重にやる方は慎重で得するのは何なのかって言ったらうまくいった成功事例を自分なりにアレンジしてゆっくり進んでいくことによって失敗確率が少ないみたいないいことは作れるかもしれません ただ世の中のスピードが速いので、多分、早く行動して、早くあのどうにかしていくっていう形の方が、うんう弱く、確率は現状高、高い,いは高いんですけれども、とはいえ、あの皆さんのそれぞれの、ね、性質があると思いますし、まあ、私の代表的なところで言うと、秋っぽい、うん、なので、えー、そのマルチタスク的にやっていくっていうのもあれですね。ただ その一つあこれは長く続けた方が成果が出るよねいいよねって思うことはえ長期的に続けることはできています、うん、YouTube もそうだしブログもそうですしあとはサックスも6年目に入ってますね趣味としては結構あの真剣にやってる感じです写真とか25年とかやってますしねだからその長く続けるっていう 地道にやらないと成果が出にくいものはちゃんとやっていくことの粘り強さはあったりします。だから本来、ね、と秋っぽいと粘り強いって実は相反する風なんだけれども、それも興味の対象と事象によるっていうことを自分が理解しているので、その性質を上手に使っているっていうことですね。なので皆さんの中の眠ってる才能とか、えー、自分で欠点と思っていることがどうやったら文章に変えられるかっていうのは考えていくのは。 いいいいいんじゃないかなかっていう,ふうに思いますですので、あのー、実際に自分の、えー、やり方とか、えー、こんなんどうだろうっていうのが誰か聞ける人がいたら聞いてみてください客観的な人に見てもらうとまた全然違う面が見えたりすることがねありますので今日はそんな気づきのために、えー、こんな提案をしております。はい、では、えー、と今日のまとめです。 あなたの欠点と長所は表裏一体、どう使いこなすかが成功の鍵。まず、こちらの方の第一歩は、えー、自分の欠点と長所をです、ね、しっかり自分が把握するということです。でそれを他人の,、えーまあその正しいアドバイスができるようなタイプの人にどう、自分はどういう風なところがいいところがあって、まあ、どういうところが欠点なのかも含めて見てもらう。でそれををどうやったら欠点を いい感じに仕事の中でして長所に生かしていけるか、長所に変えて生かしていけるかっていう転換をする。これを結構多くしていくと欠点っていう欠点があのだんだんなくなってくるので、いい状態で仕事が回るようになりますので、ぜひそういう機会としてチェックポイントであの考えていただけるといいんではないかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。それでは。